こんにちは、こんばんは、天木圭一です。よろしくお願いします。っていうかさ、バンピレ、あ、ごめんなさい、これごめん、お絵描きだったこれこんにちは、こんばんは、天木圭一です。よろしくお願いします。中毒者です。中毒者ってお化け、俺可愛いから好きなんだけどな。でもやっぱ辛いよね、お化けね。少なくとも幸運なのが幸いだ。全部マイナス10%だもんね、見ると左。やばいね。クールダウンが遅いのか。あ、クールダウンはあれか、移動速度。へえ、ほんと？ボルタッチは強い？成長の結晶、何それ。あ、結晶ね。他のやつすごいね。磁石 25% とか、ボルタ、これすごいね。エリアが、永続的にエリアが 30% 増加。すごいね、これ。さらに一時的なクールダウンボーナスが、これすごいじゃん。ボルタ、こいつ。聖水使ったらすごそう。アントニオかなぁ。アントニオ火力だよね。ボルタッチはほんと強いの。固有武器はちょっと面白いよね。これ究極進化すんの、これ。条件何見して。 インターネット使っちゃうより固有武器の進化すんの。固有武器はしないのか。ボルタッチョの骨もじゃあ進化しないのか。敵に長男し爆発するカバロ。長男する。これは進化はしないんだね。レベル上がるだけ。カバロとこれは。20レベルごとに発射物が増加。ハト育てたいのよね。やっぱちょっとハト育てるから、ちょっとこう安定狙っていくか。安定狙って、ここは、アントニオでいいんじゃない？ハト育てようぜ。待って。いや、アントニオよりも、発射物の速度が上がった方がハトはいいんじゃない？そう思いません？パスカリーナの方がいいんじゃない？攻撃力アップするより、あーでもパスカリーナのルーンが弱いんだよな。究極進化できないからルーン結局弱いんだよな。イメルダ。5レベルごとに XP アップ。お、なんか杖持ってんじゃん。杖も究極進化上がるな。時短か。あ、じゃあちょっとこいつ使ってみる。だったら新しいさ。これあるかじゃなくてボルタ、永続的にエリア 30%。 しかも何これ、最初から雷持ち。ちょっとお母さんに注意されてるけど、アンロックしよう。最初から雷持ちだ。てか雷スタートなの。うっそ、ちょっとやってみよう。これ楽しそう。図書館で。ハトに餌やりに来ました。え、早くない、すごくない。めっちゃ強くないこれ。めっちゃ強くない。ちょっと待って、めっちゃ強くない。無知。やばくないこいつ。ハト来たこれ。ハト。あれ、雷減った。なんで雷なんだ、ブンブン出てたの。なんだっけ、炎を上げたいからこれですよ。あれ、雷出なくなっちゃった。あれ、雷たんだとか。この最強感覚最初だけ出す。なに、立ち上がりだけか。ちぇ、騙されちゃったな。まあ、どうせ引き取るからいいよ。聖水も欲しいね。聖水も欲しいね。何、
まあ生存にとってはいいな。なんだよ。そっか。ドゥン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 。ちょっとずつ左に行こう。最強感最強だけか。カシオペアップ。雷と鳩強化しまくるとめちゃ重くなるっぽいよ。大丈夫。GTX1080 ですから。だあ。大丈夫、大丈夫。80番だよ。このどっち？来た来た。ハト。ハトに餌あげます。左に、左に行こうぜ、じゃあ。まず雷か。重くなるのか。もったいないけど、ちょっと左に。なんで右から来る方が多いんだ、行け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 。もう決勝が経験値の決勝が偏ってる。大野信じてた、信じてた、私信じてた、肉が出て信じてた。やばい、器用貧乏デッキになってきた。はい、あー、鳥で。これで鳥揃ったぞ。鳥に餌やるぞ。左に行きたいんだよな、僕は。なるほど、左に行くために思いっきり右に行っといた方がいいかな。あ、宝箱欲しいんだよな、僕は。もったいね。宝箱、宝、宝、宝、ああ、クローバー来た、クローバー。ラッキー。ヒュッ。ハトに餌あげますと。あ、ホロハート取ってかない。よし、条件整った。よしよし。これはもう開けちゃおう。どうせ俺左に引っ越すから。ありがとうございます。5個出たら儲けもんだもんな。後から出る5個あんま意味ないからな。クローバーなんだっけ？クローバーは十字架か。十字架持ってないんで。雷の方が先だな。雷はあれか、リングか。ドラネコ、比較的の君の追っかけファンだと思いなさいな、笑。どういうことだって、どういうことだって。あ、来た、伏者来た、伏者来た。条件揃った。あとは雷をマックスまで上げて、器用貧乏になってきた。あ、雷マックス来た。 あ、マックスじゃねえ、次でマックスか。これで10レベルまで行って、10レベルじゃない、10分経ったら、あとあと1段階楽勝。雷強い、雷強い、巻き添え食ってる、範囲攻撃だ。雷強い強い強い。 SSA 持ってるから、あれか、回収のルーン取って気をつけなきゃ。向きで雷強い。レベル上げうまくいってる？
あ、取っちゃった、もったいない。敵全滅だね。すごい雷。鳩に餌あげます。この段階で雷このレベルならこれ強いな。ほぼほぼ無双だ。ブヘくしゃみしたらいなくなっちゃったよ。私またなんかやっちゃいました。雷完成。完成せる。あれ？またなんかやっちゃいました。で、10分まで取っとこう、これ。でも出るかわからんのよな。わざと武器の数を少なくしておけば出やすくなったり、やって。いいぜ。雷強え。あー、待って、なんだっけ、辞書があるとあれか。あー、俺杖持ってきてねえんだ今回。杖は使わないのよね。やだ、強い。立ち上がり最高。雷上げると立ち上がりすごいいいね。何もしないよ、ほぼ。これ、鳩に餌あげやすいね。十字がないとさ、女が、地雷女かな、自爆女が、辛いのに来た来た来た。こいつがね、やばいのよね。回避できないのよね。でで。左に、取りに行きます。ハトに餌あげまーす。すごいなぁ、副車で化けるなぁ。ドクシンさんの言う通りだなぁ。何個だっけ、あと2個取ってからさ、さっさと防いで。だったら杖も取っとこうか、杖も。そしたらクールダウンでしょ、あれ本。そしたらレベル8にできるわ。進化できる。そうだな、杖取っとくか。でハッサも本当やめて。女、なんだっけ、ろうそくが、女、死神の鎌か。これ取っときます。あとあれどうしよう、あと杖取るか。杖取ってなんか足りてる。ろうそく、あれ、聖水が、あー、フォローか。じゃ、クールダウンは別に、あれか、いらんか、聖水。鳩の餌やりが必要だからな、聖水。そうだよね、鳩聖水が必要なんだよね。ムチ、フォローハート、斧。え？あ、ファイヤー取ってね、俺。あ、間違えた、これ。ファイヤーだ。ファイヤーだ。あ、もう出ないんじゃね、これ。あれ、斧がろうそくで、葉っぱがファイヤーだよね。何やってんのこれ、見せてるこれ。リングが雷で、ムチがフォローハートで、あ、斧はファイヤーで、やべえ、草間違えた俺。ファイヤーが出りゃいいけど、多分上上段埋まってるかも、出ないんじゃない。待って、何が必要なの俺。斧を上げるためにろうそく、あーあれだ、ルーン集めるやつだ、ルーン集めだ、ルーン集め。
これで潜水がパップする。間違えた、間違えた、葉っぱ取っちゃった。ルーン集め、ルーン集め。しまった、じゃあ今回炎なしか。ミートボールないのか。いや、ミートボールないの辛いぞ。ミートボールなしか。よしよ。いや、これハトがなんとかしてくれるはず。信じる俺はハト。あ、来た来た来た、言いに来た。ハトに餌やりますと。ムチをあげますと。うわー、間違えた、いらね。あっと、来た来た来た。これで聖水上がる。なんで、あと1個取れる？聖水アップでしょ？覚えらんね。斧がろうそくでしょ？聖水がマグネットでしょ？引き寄せ。雷がリング。ムチがフォローハート。まあ、炎が出たらいいけど、出ないんで、杖取ればいいのね。魔法の杖取ったら、多分、クールダウンで、魔法の杖、魔法の杖。おれー、うわー、やめて、やめて、やめて。ハトに餌あげます。やっちゃって、やっちゃって、やっちゃって、危ない危ない危ない、やっちゃって、やっちゃって、やっちゃって、やべ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 、やっちゃって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 、雷、雷、この間に取る。ちょやばいやばいやばい、数が多すぎる、数が多すぎる。ムッチを上げると。やばい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 、終わった終わった終わった、あ、終わった、やばい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 、あったあったあった、あー、当たってる当たってる。取った。やばいやばいやばい、もう杖出ないのかな、これ。バフ系かな、あとはバフ系なのかな、もう攻撃系出ないのかな、攻撃系出ないのかな。カッシオペアップ、動物愛護団体と平和主義もにっこり。出ないのかな、もうこれ。先のこと考えて、いや、フォローハート間に合わないけど、60レベル上げた方がいいや。あー、60レベル来たのか。あー、潜水。10分経つぞ。行くぞ行くぞ。約束の地、約束の地。斧。あ、なるほどなるほど。約束の地、10分経った。約束の地、約束の地。行く行く行く。やった、約束の地。おれー！来い！条件満たしてる。来い来い来い。ムッチョ、雷、来い。どっちかどっちか。おのー、いらねー。じゃあちょっと出かけら倒そう。ん、やばいやばいやばい、やろう、ハト重なるのよ。そうだ、この硬い、この硬い車輪男みたいなの。あと一個何取ろうかな。オッケー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 。来い来い来い、伝説来い、伝説来い。進化来い、進化来い、進化来い、進化来い。ムチ、おい、来た。これで体力の心配なしと。
ういういあとなんか取ってクールダウン取っとかなきゃな。もう武器出なさそうだな。ということは何取ろうかな。新しいのクローバーでも持っとく。ドロップ何も経験値でいいか、経験チャップでいいか、経験チャップでいいか、経験チャップだな、経験チャップでいいか、経験チャップでいいや。おまけに経験値取ってそれで本取りに行こう。左に行こう、左に。硬いね。ハトに餌あげます。あの場所へ。お前宝箱出せ、宝箱出せや、頼むわ。友達出してくれや。絶対この後止まるんで分かってんの俺。出してくれ宝箱。赤だけ。高くなってきやがったぜ。スペルバインダーっていうのもあるのか。あースペルバインダーか。サスペシさん、スペルバインダー取って本取りに行こう。これで条件満たした。スペルバインダー取った。あとあの、本取りに行く本。あの場所へ。あの場所へ。やばい、審判の来るこれ。やばい。レベリング足りてるかな。やばい。あ、でかけろ。ダメ、でかけろは倒したい。宝箱落として。お願いします。決めてました、ずっと前から。ありがとうございます。これで雷最強。あと何が最強だ。鳩と斧と聖水、斧と聖水か。あの場所。クールタイム。あったクールタイム。こいつが重要。拾います。完成。やばい。クライスゴリスだったわけに。オム。あれ？帰ります。聖水。あと2回間に合うかなこれ。えぐってけ。やばい。あー、白コウモリだ、倒して。クールダウンもあるね。全体レベルアップ。クールダウン8でかいな。聖水もでかいな。クールダウンも大事だな。クールダウンで、やべ。
あー、ハトだ。ハトの餌より、あと、クールダウンで。ハトに餌をあげる前に、聖水もあげたいと。すげえすげえ、なんか強くなってこれ。ハトに餌をあげますと。すごい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 よ。あ、宝箱がある、宝箱がある。待て待て、今取っていいのか。あ、ミスター、まあいいか、まあいいか、まあいいか。あ、宝箱、まあ、ミスターな、これてーん。あ、なにこれ。あ、あれね、なんとかかんとかね、攻撃力の持続だっけ。よし、セッチあげます。あ、聖水強い、スペルバインダーと聖水すげえ相性いい。斧あげました。センターグラムだっけ、弱いね、あれ今思うと。全然こっちの方が強いわ。先生倒した方がいい、本当その通りである。メドゥーサ、これで宝箱出して、でさらにあのドロップ狙っ、ドロップ、あのあれだね、聖水上げりゃこれで上気に達するんで。大丈夫大丈夫、まだ審判の火を、大丈夫大丈夫、いけてるいけてる、回してる。回してる。聖水完成セリー、これ宝箱ドロップで来た、来い。で進化進化、3本、シャー、オッケー。これでペシペシ、むしろ経験値でない数値で伸びする打席がありますね。なるほど。でハトに餌をあげる前に斧あげますと、でハトに餌をあげますと、ハトに餌をあげます。ハト、まだハトに餌あげなきゃいけない？レベル9やばいね。いや、ハト遠いよ。いや、ハトあげるかも、この人。クールダウン。斧をあげます。もうここ戻ってこないので、止めます、こっちは。時を止まれ。で、思った以上に聖水が強いのであげます。あの場所に帰りますと。斧あげますと。これで、ジョンも通った。あとは宝箱ます。あー、来た来た。こいつでも宝箱落とさないよね、全然。おらおら、パターン。宝箱ラッキー。これで、斧が鎌、地獄の鎌になって。あと、あと、ハトの餌やりで終わり。地獄の鎌。今日ミートボールないのは辛いね。で、地獄の鎌になる。あ、そうか、聖書とセットしたら強いのか。聖書とスペルバインダーだっけ。聖書。スペルバインダーは、あ、聖書が本当だ。すごい。エリア広げるか。緑石で使い消して、あの場所に行きます。あの場所。あの場所へ。よし。ハットに餌をあげました。あの場所へ。あ、来た、これ拾っちゃう。ウィー、行きまーす。え、こんなに拾ってんのに。どういう状況なんだろう。やばい、審判の引きだ。
いけてるいけてる。でも審判なんとかなってる。まあフォローハートだな。前の場所で十字架があったよね。よーし、鎌でなんとかなるな、女。ハートが何やってるかわからん。剣道違いのところすぎる。フォローハートで。やっとくか。もう一回、もう一回、もう一回。グビーン。こんなに拾ってんのレベル上がんね。精髄すごくない？クールダウン。あとハト育った？あとハト白バトか。白バトあげて。やばいやばい、20分が怖いわ。白バトあげて。なるほど、そういうのもあるのか。ろうそくと相性がいいのか。スペルバインダー範囲が上がるのか。ハト、あ、ボスボスボス、これで出して、オラ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 で出して、ハート高野子出して、ここでレベル上げて、白バトがあと1個上がりゃいいのよ。伝説のハトになって、ダメダメ、レベル上げたし、俺に。ダメダメ、これ回収。おいハト来ないんだけど。ハト来ませんね。ろうそくあげた方がいいのか。ハト来ませんのだが。運か運がないのか。なんか範囲が広くなったような気がする。いや、なんでハト来ないの。お願いよハト。進化ってことこれ。最後ハトが来ない。なんで。ハトが来ない、白バトが来ない。これラストは宝箱じゃないとダメなのかな。白バトがね、レベル8なんですよね。レベル9が来ない。来ない、おかしい、読んじゃうこれ。あ、もう書いてない、俺が見てるのパッと。え、嘘。なぜハトが来ない。おかしいおかしい。最後の進化が来ないぞ。肉だらけ。うわ、ハト来ない、おかしいわ。ハトは、ハト来てくれ。あ、取っちゃった、OK。なぜなんだ。あ、ボスボスボス、これ宝箱出して、オラオラオラ、ノックバックで近寄るね、あいつ。よし、宝箱ドロップ、行こう。ハトハト、次レベル上がんなかったら俺宝箱開けるぜ。限界だ、もう来ない、おかしい。これはこれはおかしいと見た俺。宝箱開けます。ハト来い、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 ハト来い。ハトだろ。ハトいない。ハトいなかった。なんだ条件。自力で上がる。嘘、ハトが上がらない件について。
なぜなんだ。バカな。ハト来たー。心が変わった。行こう行くぞ。あの場所や、あの場所や。もったいつきやがって。あの場所や、あの場所や、あの場所や。おれー、ハト、ハト、ハト、伝説のハト、伝説のハト、一生懸命育てました。来たー、伝説のハト来た。これ見せて、説明読めない。バンダリー。どうなの？一個開くのか、これで。何してんの、ハト。近寄ってやると片っ端から攻撃してる？重たい。え？ハトがまたレベル上がんの？そしてまたスロットルが、時の稽古、日本語がまだ 80% しか対応してないらしい。ハト育てんのか、こっから。まあいいよ、育てましょう。育てるわ。どんくらい育ってんの。育てるわ。あ、来た。辞書じゃねえやん。聖書。こいつをレベル8までして進化させればさらに進化。計画通りだった。弟子さんのアドバイス聞いてよかった。宝箱出せや。もうこっから貴重なんだよ、宝箱は。OK。 もしかしてハトをまたレベル最大まで上げてさらに宝箱で進化させるとかじゃねえだろうな。どうする。ハト。ハト何段階？ハトだけ。8か。ジャックがないからね。いいアイテム。どっちだよ。でもいいで、レベル70からまだ成長性があるなんて、いいですか。でかい。ハトさん、ハトさん全然違うんですよね。ハトさんそこじゃないんですよね。ラグってはないね。もっとこれからなのかな、ラグは。ハトラグは。ハト。育てるか。すげえ。でもさすがにこっからレベル上がりにくいな。ベスケさんの言ってる経験値ブーストの大事さがよくわかるな。確かに経験値ブースト持ってた方がいいな、これ。さすがにこれ上がりにくいよ、レベル。ハトで取っちゃった。やばい数だこれ。シロアリ見て。ハトで、間違えた、これ。ハトで上がってくれ、頼む。虫けら見て。ハトで来た。ハトはこれ以上上があるのかな、わかんねえぞ。こいつらも積極的にどんどん倒せた方がいいな。ハトで、この先のシングルがあるのか、ハトは。わかんねん。ハトは育ちきった。
上があるのか分かんねえ。辞書で。うわあ、ハト様の向きは大事。ハト、ハト様。ハト完成。来た来た来た、審判の日。でかけろでかけろ、こいつで宝箱ドロップさせよう。ハト様、ハト様のムーブをうまく使うんだ。ハト様のムーブをうまく使うよ俺。ハトムーブをうまく使う、ハトムーブをうまく使う。宝箱ドロップした。あとあれだ、死んだ死んだ死んだ。辞書だ、辞書だ、辞書だ。いた？辞書完成した？あといっか。ハト様、ハト、ハト来るよ、ハト。おりゃー、ハト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 。辞書完成せる。ハト、ハト、おどき。おいー、サルマ、来い。来い来い、辞書来い、辞書来い。辞書どうなんの？何が起こるの？辞書。え？バイブル？ブラック？説明は？不浄の経典、経霊、天霊。何が起こってんの？完成。あ、すげえすげえすげえ。なんか回ってる、なんか回ってる。女、これはあれだ、地雷女も近寄れない、これ。金を要求します。これはすげえ。あとあれだな、一撃でアイテムだな。金を要求する。あ、すごいすごい。あ、でかいのでかいの。まあ、でも金を要求する以外ないんだよね。それより俺ロマンを求めて旅に出る、金を要求する。さあ、こっからデスマーチだぞ。相手をギリギリのインファイトをかまして、あ、本当だ、聖書消えない、やばいやばい、聖書消えない、これすげえ本当だ、これろうそく狩りもはかどるぞ。あ、すごいすごい、聖書を当てる感じでいくと、あ、聖書って強いのね。でね、インファイトになっちゃうとダメね。じゃミートボールが必要ね。カマとの相性がいいな。やばい、27分しか審判の来てこれ。やばいやばい、さすがにやばい。何かを見つけないと俺。まあここは金を要求します。くそ、これどこに向かうんだろう。またな、真ん中端っこが、あの、貧乏症だから端っこ気になるのよね。ブンブンブン。さあ、ね、あるから踏み込みたいですね。もうちょっと早く。痛い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 。おらー！金を要求する。そろそろまずい、そろそろまずい。そろそろなんかいろいろまずい。やばい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 、幻覚出る、肉を要求する。やばいやばい、これあと2分耐えられるかわかんない。鳩がやべえ、鳩が。金を要求しちゃった。
このハートどうなってる？うん、いいね。体力250ある。端っこの赤いのがすげえ気になる。金を受けてる。突破してくる、突破してくるよ。あ、そういうのもあんのか。動かない。動かない系。やばい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 。やばいやばいやばい。一分これ耐えられる？やばい、硬い硬い硬い。やばいやばいやばい。潜水つえー。動かない。勇気の動かない。勇気の不動。強え、聖水強えな。聖水パパパパパパパーだこれ。あ、聖水がすごい。聖水の力一気に回収。6目だべ。6目。あいつ来るぜ。あいつ来る。死神来る。死神来るよ。やばい。クリア。わー、ハトを育てました。やったね。ハトの餌やり完了。やったー。アチーブメント。自石解除、土の聖書進化、やった、パワーアップ5000、やった、ペシペシクリア、クリアだ、羽がね、うわ消してほしいな、キャラ、このキャラパチパチパチ、このキャラ強い、ボルタ強い、ボルタおぬぬめ、これなんか月下の野草曲みたいな、あ、PS 版のなんか悪魔城みたいな、こいつこれいいよ、こいつ雷エリア 30% 増加、これいいよ、まとめて葬れる、永続的にエリア 30% 増加だからすごいよ、これこれ強い、クールダウン 95% すごいな、いいな、いいね、ハトの餌あり完了、アチブデミ解放と条件確認できます、アチーブメント、ありがとう、読めない、リーチレベル100までいくとモルタッチョとカバーロをレベル100まで持っていくとサイコロが出んの、なんだサイコロって、50-1、41完了。わーお。くの1で、なに、ね、コロッチで、20分生きる。座布団が4枚もらえる。サバイブで、20 minutes with ラストセット。ペシペシ、サイコロハリロール、アイテムを1回だけ入れ替えできます。強いね。アンロック済みって書いてあるな。これをつけてサバイブってこと？サバイブ30。あとはキャラ依存のやつとかがね、ドンマリオ。5000枚コインを1回で集めろ。魔法の杖を進化させる。魔法の杖使ってないもんね。ナイフも進化させる。なるほど。魔法の杖とナイフは使ってないからできるな。モルタッチョと、次回じゃあモルタッチョとカバーロを育てる俺。まあ、鳩は、育てきったけど、
よくわかんねえわ、やっぱり。一番いらねえアイテムしかねえじゃんで仕方なくスロットを1枠埋めるのを回避できます。回避できますね。いや、ハトね、ちょっとハト自由すぎるんで、ちょっとどうしていいかわかんないね、ハトはね。斧と、斧でノックバックさせてハトで打ち込むっていうのは、カマか。いいコンビだね。ハトいる、やるんだったら他のやつ2個つけとくいいんじゃないと思うね。思うね。うん、聖水強いもんね。ハトいる？ハト育てたけど、まだハト愛護団体の人の気持ちはまだちょっとよくわかんない。ハトいる？お疲れ様でした。また明日。失礼します。